ンフラットダウンレールを決めます。ここでノーズプレスが決まりました。ノーズスライドを決めました。滑らかなノーズプレス、50-50 を決めます。50-50 をクリーンに決めます。大技のチャンスです。バターのように滑らかなダブルコークからクリーンなグラブ、お見事です。ダブルコークでタイトなグラブが決まっています。集中しゾーンに入っています。信じられないようなパフォーマンス。